今日は終戦から68年です。千代田区の日本武道館では政府主催の全国戦没者追悼式が開かれ、遺族らが戦争で犠牲になった人たちの冥福を祈りました。全国民とともに戦陣に散り、戦火に倒れた人々に対し心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。追悼式には天皇皇后両陛下をはじめおよそ4600人の遺族と安倍総理大臣や各界の代表者らが参列し、310万人の戦没者を追悼しました。また遺族を代表して、夫が鹿児島県奄美大島沖で戦死した練馬区の東谷美智子さんが追悼の辞を述べました。悲惨な戦争の教訓をしっかりと心に刻み、すべての人々が平和で心豊かな世界となりますよう、たゆまぬ努力をいたしますことをお誓い申し上げます。参列した遺族の最高齢は、東京都推薦で埼玉県宮代町在住の青柳吉野さん、99歳でした。戦没者の妻の参列は今年20人を下回り、子どもなどを含めた全体でもおよそ7割が70歳以上と、遺族の高齢化が目立っています。